こんにちは、玉井です。こんにちは、奥間です。こんにちは、玉井です。奥間ですよ。玉井ですよ。っていうね。何のやつでしょう。何のやつでしょう。天竺ネズミのね。天竺ネズミのマナーの悪い人みたいな。そう、電車のマナーの悪い人を注意できるかみたいな漫才。コントのやつ。そうそうそう。のやつでした。それでは、もうええわ。やめさせてもらえ。始めますよ。じゃあ始めますね。うん。で今回は今回のテーマ、うん、さっきちょっと何喋るっていう話しててそうなんかこう奥村もういろいろ聞いてくれてる人は分かるけど奥村なんかこう繊細ですよって言うてるなんかすげえ繊細を売りにしてくるよ売りにしてきますよ、うん、で俺はなんかすごい鈍感ですよ、うん、売りにしてますよ、うん、なんかその繊細と鈍感とのバーサス、うん、話しようかな、うんうん、繊細は鈍感をディスり、うん、鈍感は繊細をディスりみたいな、うんディスるかどうか分からへんけど、うん、なんかそんなような話するみたいな。その辺とビジネスとか人生とかの兼ね合い、うん、兼ね合い兼ね合えれたら兼ね合えれたらいいけど、ね、うん、うん、まあなんせ繊細勢と、うん、ちょっと鈍感勢との、うん、対談取ってみようかな。まあ残念ながらあの繊細勢の方が多数派やからね、うんうんうん、日本人多分、うん、だから勝つと思うよ正味これをやってもね。ああそうだよ、うんうんうん、正しいか間違ってるかで言ったら多数決関係だからね。うん、まあそれ関係ないですよ。それ関係あるって言ってないですよ。で、うん、何やろ、繊細な人に対して思うこととか、うん、鈍感な人が、あ、うん、なんかあるかな。なんでそんなネガティブなみたいなのがある。はいはいはい。なんかそのすごい、もちろんそれをなんていうかな、よく言うやん、こうセルフトークで。ああ解釈力でセレクトフクスパーリングでって俺言うてんねんけど、そう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 、セレクトフクスパーリングで、うん、解釈力で、うん、なんか出来事が起こりました、それなんかネガティブに解釈してる、でもそれをなんとかしてこう解釈を変えて、うん、みたいな、再定義してみたいな、うん、やってるけど、いや、うん、そもそもみたいな、うん、もう最初から入り口ポジティブにしたら、うん、よないですかっていう、はい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 、それで解釈力を高めましょうみたいな、はいはいはい、その力高める前に、うん、その入り口ポジティブになったらもう別にいらないですよ、うん、っていうのは言いたいっていうのはよく思う。はいはいはい、うん、ちょっと語弊がある。おお、語弊。あの、うん、繊細イコール別にネガティブじゃないからね。あ、ちゃうんや。そう、うんうん、感受性が強いだけであって、感受性が強い。例えばなんか、うん、うまくいかんみたいな出来事が、うん、とかあると、うん、とか、うん、なんかやりたいけど、うん、ちょっとできひんとかって、うんうん、別になんかやりたい、例えばちょっと起業、自分でビジネス始めたいとか、うんうん、なんか始めたいとか、うん、で別にネガティブちゃうやん。うんうんうん、でもなんか、なんやろな、自分メンタル弱いっつうか、なんやろ、新しいこと始めんの。その過去に引きずられて、過去の失敗談とかがこう、わーっと情動記憶みたいなのが出てきて、うん、みたいなこと。感情に引っ張られる的な。引っ張られる。すぐ考えすぎる。ああ。うん。で、うんね、俺がこんなん、うん、まあそうやな、うん、やってええんかな。ええんかな。ネガティブ、ネガティブやな。ネガティブ、俺から見たらなんかそれひっくるめてネガティブ、あ、いや、でもネガティブラベリングしたい、なんか本当はネガティブですけど、うんうん、でもやりたい、よくしたいは、うん、あんねん、うん、あるから逆に、うんうん、あの繊細な人って悩むねん、はいはい、結構あの森田療法っていう本を俺ちゃんとで進めてて、うんうんうん、繊細な人とか傷つきやすい人とか、うん、神経症みたいな人って、うん、人生をより良くしたいとか改善したいっていう思いが強すぎるから、うん、ちょっと完璧主義じゃないけど、あ、なんかあの、はい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 、だって人生どうでもええわって思ってたら、うん、繊細にならへんと思う、うん、あ、よくしたいが一番中にあるから、うんうん、その外でうまくいかんこととかちょっとむずいことがあったら、うん、ダメージを負いやすいし、うん、よくしたいのにこんばんは、あ、みたいな、今よくないからそのギャップに悩まされる的な、そうそういう感じ、そうそうそう、中にはよくしたいがありすぎんね、強すぎんね、ありすぎるわな、脅迫観念じみ、そうそうそう、じみた何かを感じるもん、結果出さなとか、うん、別に出さんでええやんって俺別に、人生おもろくせなとか、うんうん、だから真面目やねん、人生に対する取り組み方が、はいはいはい、我々はって言いたい、まず、あ、真面目ね、真面目すぎるね、そういう意味では根が真面目ってこと、そうやね、うん、根が真面目すぎ、あ、だから根が真面目やもん、あ、それやん、正味、正味、だから逆に言うと、うん、うん、なんか鈍感やった、その、うん、うわ、いけやんやって、うん、なんか、ま、真面目、思いが強すぎるから
突き抜けたらめっちゃ上まで俺はいけるやんって思う。ああ、いける。お前にいけると思うよって。どっちでも、どっちでも、もう俺からしてもどっちでもよくて、うん。うん、で、プロセス楽しい方がいいから、うん、まあ良くないですかって、あ、はい、楽しい方がいいです。あ、じゃあ、なんかもう、はいはいはい、気にしすぎずに、ネガティブになりすぎずに、うん、なんかあんまり考えすぎずに、うん、やってみたらどうですかっていう。はい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 。だからなんかよくあるのが、これ言うと、そのあんまりあれかもしれんけど、まあ、キーを使わずに言うと、うん、なんか例えば相談事がありますみたいな、相談に乗ります、うん、でその相談相手が、うん、さ相談してきてる人っていうのが繊細な人としてね、うん、でまあ乗るで、あ、じゃあこれこうやなみたいな、じゃあこういうことしたらいいんちゃうかなとか、うん、あ、それ根本原因これちゃうかなみたいな、うん、あ、じゃあこれこう、こういうふうにしたら解決するんちゃうかなみたいな、俺よくなんていう提示の仕方をするやん、うん、だ時にえそうなんやけどい、はいはいっていうタイプの人が繊細な人に、でもみたいな、でもな、でも分かるんですけど、ね、聞いたら別に分かるんですけど点点点やねん、うん、その 何入ってんねんそこに、もうええやんみたいな、うん、で本人も分かってるねん、こうした方がいいなって、うん、ただ体感が伴ってる、ね、左に進むべきや右に進むべきや右に進むべきやって分かってます、うんうん、それ分かりましたみたいな言うてくれる。まだもやもやがある。でもなんかあるんで、爽やかな感じじゃない、ね。ないから、左に進みそうになっていますって。うん。ほらも知らんで、みたいな。うん。っていうことはね、よく、よく思う。うん。うん。それは、ね、だから、なんなんやろうねっていう。なんか、俺はもう、そんな割り切られへんわ、みたいな。なんか多分いろんなツッコミは入ると思うけど。なんか知らんけど、体感が伴わへんのよ。そんな理屈分かっても、うん、モヤモヤが残ったりっていう、その切り替えられへんのよね、うまいこと。あ、多分なるほどな、うん、うん。でも逆にまあ俺はこれを繊細を俺はポジティブに捉えてるから、うんうんうん、なんかプロセス楽しい方がいいやんって、まあ鈍感剤が言うのであればね、うん、プロセス楽しいんやったら、うん、様々な感情の機微が全部詰まってる方が、うん、うわなんかあの人と絡んでうまいこといかんかった、申し訳ないことしたなとか、なんか細かい趣も含めてね、うん、全部体経験してる方がプロセス一番なんか凝縮っていうか、うん、コンテンツ量多くて楽しめてるやつやんって俺は、うんうん、まあ言いたいから、鈍感勢にはなんかもうちょい趣を感じたなっていう風ななんか視点は、あ、なるほどね、そう、思う感じは君は基本ポジティブなんやから、うん、さらになんか、うん、趣プラスゲームで言うたらさ、だからあの普通にゲームクリアするんじゃなくて、最短距離やん、うん、じゃなくてなんかいろんななんか人に話しかけてみたり、そう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 、なんかもうトラップやなって分かりながらもその宝箱開いてみたりみたいなことをして、一回死んでちゃう街戻ってみたり、昔の街戻ってみたり戻ってみたり、うん、懐かしいなとか思って低低で最初の街に戻ってみたり、同じ街でばっかレベル上げてみたりで、ゲームクリアしませんかってこと？そうそうそう。てかその要素もたまに、たまにあると思う。いい面あるよ。いい面あると思うよ。なんか感じて豊かで、趣を大切にする方が、うん、うん、なんかいろんなことを多分ね、うん、得られるやろうし、うん、そんだけ感じたり経験したことがあったら、同じような人に対して、ね、そうだね、なんかそういう風に。結構多分日本人ってそういうタイプ多いから、うん、そういう人らに言えることがむっちゃ増えて、うん、本来自分が伝えたかったこともついでに、より多くの人にリーチできるチャンスが生まれて、うん、よりお役目達成できるやん、うん、A 面もあるんです、 A 面もあると思う、うん、そうなってる人はいいと思う、うん、うん、まあ、あかんのはあれやね、まあ、ネガティブだけの繊細、うん、悪い面だけ出ちゃってて、うんうん、だからなんか議論みたいになってるけど、俺もその繊細出身やから、うん、繊細の悪い面もめっちゃ分かってるわけであって、うんうんうん、うん、そのネガティブ、それのせいで人生一生進めやみたいな風にしてるのは趣深くないし、うん、趣だけ残して、うん、あのポジティブにいくってできるから、うん、ほんまにそうなったら強いし、ほんまになんていうかな、うん、もうトラウマとして過去のね、うん、なんかそういう悲しい嘆かしい出来事が、うん、頭からこびついて離れませんみたいな、うん、人っておると思う。もうね、うん、まあ、ほんまのやつ、俺らが言えやんやつ、言えやんやつ、それに関しては何も言えません、言えませんっていうやつ、うん、あると思うね、うん、そういう人を抱えてる人もたくさんいてると思うんやけど、うん、まあ、100によったら 99.5 人は大したことないやんみたいな、うん、
ことをなんかあの時もこうなってああなってみたいな、ほんま泣きそうっすみたいな、うん、なってるみたいな、うん、なんでなんみたいな、なんかもっとじゃあへこんでみたらいいんちゃうみたいな、なんか、はいはいはい、そう、うん、備え大したことないくせにみたいな、うん、っていうパターンもよく見受けられるなみたいな、はいはいはい、その大したことある大したことないっていうのは結局相対的なもんやから、まあ、ね、そうそう主観やから、その人私にとっては辛いんですっていうのはそりゃそうなんやけど、うん、うん、そうね、なんかそこに何て言うかな、そこに対しての別にだから突き放してるわけじゃなくて、その人が良くなるようにっていうアプローチとして、うん、その寄り添ってあげるっていうのは繊細代表の人はできるやん、うん、繊細経ての人は、うん、辛いような気持ち分かるよって言って寄り添ってあげれると思うけど、うん、俺どっちかって寄り添ってあげられへんタイプやから、うん、え、もうそんなん気にせんかったらいいやみたいな、うん、いけるやみたいなことをなんか強く伝えた方が、うん、え、なんかこの人は何も考えてないやん人生、うん、で俺のこと思ってくれた方が、なんやこんな風に楽そうに生きてやつもおんねんなって、そうやみたいな、っていうのでの何かしらの勇気づけがもしかしたらできるかなみたいな、うん、っていうのが前提で喋ってんねんけど、うん、うん、そうそう、あるよね、あるね、うん、だから結構そのつなぐ、さっきも言ったけど完璧、ま、人生に対して真面目すぎるのが結構根本原因にあると俺は思ってて、繊細っていうのはだから、はい、確かに、ね、ちょっとどっかに風穴を開けるじゃないけど、うん、余白が少ない、それだからアホ な, がない、これは直径大事っつってね、ああ、はいはい、だからアホなことを入れることによってなんかちょっと気楽にお、なったらその繊細の悪い面は消していい趣を感じるとか感受性豊かとかいうところをだけ、うん、いいとこだけ残してポジティブに人生進めていくって不真面目、言う、そう、雑ね、雑、うん、まあ言うたら、うん、まあね、雑、根が真面目か不真面目か、なんか人生に対してほんま真剣すぎるよね、そうやね、なんか俺はこうやってこうやってこうなっていってこうなってこう、うん、こうならあかんのやみたいな、なるべくしてじゃないけどならなければいけないんだみたいな、もうその人生のその一番上にあるやつがハウトゥーになってるやん、そうしなければならないようになってますやんみたいな、そこ源泉でそこ始まりで話進んでいったら全部うまいこといかへんっていう、うん、まあ、全部うまいこといかへんわけじゃなくて、うん、どっかでつじつまわへんとか、うん、歪みが出てくる、うん、歪みが出てくる、うん、やんみたいな、そう別に今日死んでもええし、うん、なんかだからね、その今日一日意味ないことしても、うん、ええやんみたいな、絵のに真面目すぎてね、食らってまうから、うん、だから結構俺とかはそうやな、あの玉井とか、うん、あとまあいろんな人、アフリカとかも見て、うん、アフリカ人とかも見て、そんなパラダイムでアフリカ人に似てる生きてる人、おなじみの玉井、そうあセネガル人の玉井とかと絡んでたらセネガル、まあ、そっちのパラダイムのやつとまあ長い時間共有してると、うん、あなんかこいつ適当やなみたいななんかええんかいみたいな、うん、風にして、うん、そっちのパラダイムをちょっとね取り入れてるじゃないけど、はいはいはい、で進めたり、逆にその繊細だけで固まると繊細ぜ、うん、すげえ共有できるから、うん、共感で分かるわそれ分かるわってなって、うん、あのもっと繊細になるとか進まんくなんねん、お互いがドリームキラーみたいなね、そうやな、足引っ張り合うにラポってはいるけど、その2人で進めることはできひんから、うんうん、あえてちょっと真逆じゃないけど、うん、こいつ合わへんわ適当すやわなんかみたいな鈍感やん、うん、みたいな、何も考えてないやんみたいなみたいなやつ、うん、やけどまあまあある程度ちょっと話せるみたいなやつ、うん、と長いこと時間共有してたら、うん、なんかいい塩梅にね、あのなんつうか繊細のネガティブな方面っていうのは和らいでいくんちゃうかなって、でもなんかデモとか、うん、分かってんねんけどとかさ、うん、そのそういうの使わないっていうね、なんか、うん、あなんか否定ワードみたいなやつね、そうそう否定ワー ワード、中村天風も言うてるけど、そうそうそう、でまあ自分に対して自分に厳しい、真面目って自分に厳しかったりする、うん、ストイックやね、そこポジティブなとこもあると思うけど、うん、周りに対してそう多分おのずなんていうか自然になっちゃってたりするから、そうはね、周りに対してもそれ求めてる、前の人がなんかわなんかしようとしてる時に、うん、いやでも無理やろとか、うん、いや でもさとか、いやそんなこと言ったって現実さとかさ、それ適当すぎやんとか、うん、なんかそういうちゃんとしようやんみたいな、うん、それって、まあ、それ言ったらまたダメージ多いかもしれんけど、うん、周りに害しかなしてないで、うん、うんこまき散らしてるのも一緒やねっていう、うんうん、自分のパラダイムを押し付けてるみたいに、うん、まあなっちゃってる恐れはあるから、うんうん、まあだから俺も逆もしかりやねんけどね、鈍感な人も、うん、だからね、うん、
逆にさ、なんか君はああ鈍感税って、まあ鈍感税の方が話早いし合うわけやん、うん、で趣的な話を繊細税にされてももうええってそんなんってなるわけやん、うん、ええってそんなんとはないけど、ええってそんなんっていうか、そのそれでポジティブなやつはね、いいよ、ああ、うん、ええんやそれは別に、うん、へえみたいな、なんかそういうの、そんなん感じてるんやみたいなええみたいなのあるけど、でも分からへんのが、だから自分文学とかめっちゃ好きやん、うん、全然分からへん、あだからそういうとこね、うん、そういうのはあの、そういうだからそこ の, のはメリット、そうそう、そこに楽しみがあるわけやん、人生のね、うん、だから最悪別にね、人生なんかビジネスがとか、なんか成果残さなとかなくても、うん、すげえ文学だけ読んでて救われるみたいなとこあるし、うんうん、だってほんまに分からへんのよ、その比喩表現、そのなんていう感情的なやつね、ああ、うん、うわーそれすげえ損してんなこいつって感じや、うん、小説とか俺だってあの何センター試験とかさ、あの受験での国語とかさ、 あるやん小説苦手、 あれまあ書いてることを選べばいいんやけど、でもその分からんかったりする、普通になんでなんでそこでそんなことすんのやろみたいな、で誰かとそのそういう奥村とか繊細な人と例えば話したら、あなるほどみたいな、そうこうこうでこうでこうでこうっていうのがあって考えてたから、そこでそういう態度をしたんかみたいな、そのやり取りやるやん、そのやり取りなんか何してんのやろみたいな、もちろん体感レベルで理解はできひんわけやん、半分ギャグ半分ギャグみたいな、そうギャグみたいなところでダメージ負うからね繊細、なんかそういうのはだからちょっとデメリットっていうか分からへんな、なそれやったらいろいろ損するよ、文化的な活動でいろいろあんま深くはようわからんみたいな、芸術はいっぱい出てくるもんな、芸術はね無理やと思う、鈍感な人はな、うん、めっちゃ、うん、俺からしたらそれ損、うん、ってかもったいな、なんか人生の死とか絶対かからへん、すげえいいとこ素晴らしい部分やったりするのに、うん、芸術とか絶対死かからへんもん前の死しょうもなさそうもうコピーライティング的な詩を書いてきてどうせ、なんかそれで感動が、なんか詩っぽい詩っぽいみたいな詩を書くだけで、うん、全然なんかないわ、絵とかもそうやし、結局そういうのをなんか表現するわけやん、うん、無理です、やっぱそういうので感覚あったら、うん、なんか生きれば生きるほど、なんかおっさんになっていけばいくほどすげえいい感じの人になるやんって俺は思ってるから、うん、いろんな人を多分なんていう手助けできるっていうか、なんかきっかけ与えたりとかできるなぁと思う、繊細性が辛いのは序盤だけや思ってるから、うんうんうん、だんだんなんかちょっとずぶとくなっていくと思うね、おっさんとかじいさんになっていったら、うんうん、割と、まあ、そのまま行ってまう人もおるけど、うん、いやいいおっさんになると思うよ、うんうん、鈍感税はその点一緒やなこいつ昔とみたいななんか、うんなんか一緒やん、安定感あるな、うん、一緒でええやん、なんかいつ見ても安定感って、うん、そう、それはそれでええなって感じの人に仕上がる、うん、そう、なんていうかな、上昇志向みたいな、うん、成長欲求が半端ないみたいなのをちょっと感じるときはある、その繊細な人に対して、ね、そのハフトゥーニュアンスでね、そうね、まあなんかそのワクワク、例えば小学生がなんかその親にじゃサッカーボール買い与えられてサッカーやってて、でテレビでサッカープロサッカー選手見て、うん、うわえな俺もサッカー選手になりたいなみたいなやつじゃなくて、そういうこうワクワクから来るみたいなやつじゃなくて、なんか俺はこうならねばならないみたいな、うん、なんかその脅迫観念的なやつね、うん、そのニュアンスが入ってたりよね、うん、するわ、うん、まあ、それでしんどいやろ、ね、いけるやつはいけるけど、うん、しんどいはしんどいし、そうそうそう、でそれでいけへんやつはもっとしんどい、誰とは言わんけど結構そうやってその乗り越えてきて、うん、社会的に例えばなんていうかな、いろんな名誉とか、まあね、地位とかを得て、うん、影響力を持って、うん、それを正当化して言うてる人って結構おるやん、そうやな、でその人だとか耐えなあかんでっていう感じのことやろ、そうそうそう、その人は見てると、うん、うん、なんか寒いなって、うん、だからなんか悲しいなって思う、俺もそれはあのそれはなりたくないから、うん、てかしんどすぎやんみたいな、うん、苦行人生しんどそうやな、ドットコムなるやんっていう、うん、うん、だから統合したらいいし、怠けよ、うん、怠け者の悟り方ね、うん、怠け者の悟り方好きっていう本がっていう本がこいつ永田舞が好きや言うから、うん、ちょっと見てみたんですけど、うん、
1ミリも思んないそう検索してみてください、うん、怠け者全然思んない、うん、俺そういう ああいうの好き数ページでそうそうそうあはいはいもういいわ読んであもうそうそうそうみたいな俺がもうそうそうそうしか出てけえへんぐらいもうドンピシャの、うんうん、本があるんですけどね、はいはいまあ、薄い本です、まあ、だからあの繊細性とかその要素っていうのね、うん、なんかちょっとね、うん、統合できるもんやっていうのをまず知ってほしいですね繊細のポジティブな面と鈍感のところっていうのを、うんうん、ある程度なんかちょっと適当にやるじゃないけど型の違い、うん、でも繊細鈍感っていうのもいちいちまた俺も そこで言ったら、うん繊細って言わん方がいいし、うん、俺今こういう話になってから繊細って言ってるけど、うん、繊細っていう言うた時点でまたああ自分は繊細なんやが、うん、入ってるし、鈍感も俺鈍感やって言ったらいちいち繊細を理由にするっていう言い訳、繊細も鈍感もないしするみたいな日々にそのパラダイムで生きることに、うん、そうそうわざわざなんかその真ん中に境界線引くから繊細が鈍感がなるけど、うんうん、そんなんねえし別にわざわざいちいち言わんくても、うん、実体ないよね、うん、だからどっちでもいいしほんまに結構そうやね、うんなんか何かナンパやったりその適当な人いっぱい絡んでたら、うん、なんか俺もいちいちあんま気にせんくなったっつうか、うん、勝手に統合されたみたいなとこあるから、うんうんうん、その空気に触れまくるって結構、うん、そうねいいかもしれないけど、うん、繊細な人同士集まってるとそこに対してなんかそこの議論もすごい真面目な感じになるやろそうねですごい共感だけ生まれんねんけど、うん、その共感から先には進まんことが多い鈍感な人がおったら多分笑ってくれるから、うん、こうこうこんな感じでこうなんてダメージおったわっつったらネタにしてくれってネタやんみたいな、うん、ギャグやんみたいな感じで笑うし、うん、そう多分笑われて何やねんそれで笑うなよっていう人も中にいるかもしれんけどそれ多分なんていうかな、うん、あれみたいな気持ち楽になったりとか、なんか俺これで笑い取れてなんか、うん、なんかみんなのためになったけどみたいなんですね、うん、風に捉えれたらいいし、うん、であと結構見てたらその繊細鈍感ペアみたいなあえて言うたら、うん、結構多いなみたいな風にはい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 、うん、思うねん。あ後輩とかでもおるやん。ああそうね。ドクンとか。ああそうね。って結構。ダウンタウンとかもそうやと思う。うん。松本と浜田とか。うん。繊細鈍感やし。うん。そうね、なんかなるんやね。うん。鈍感鈍感って。さんまとしんすけとかも。そうやな。うん。鈍感鈍感ペアとかもあんま思いつかへんもんな。うん。意外なんか知らんけど。ああなんか嫌やな鈍感鈍感ペアも。なんか多分アホやこいつらってなるわな。なんだ。ほんまに無理みたいな。うん。うん、か怖い。ああ、それにはなるかもしれない。うん、鈍感鈍感やと。怖いか、ただのアホやか。うん。鈍感鈍感は怖いし、繊細繊細はなんか気味悪いし。うん。何もしてないやん、進んでないやんになるし。うん。だから、うん、対局。うん。やな。うん。なるほどな。自分では気づいた。そうだね。うん。そんな話、うん、何の話、いや、いい話じゃん、いい話かな、いや、多分俺はいい話や、確かに、まあ、俺も、なんていうかな、これってコミュニティやり始めてさ、去年ぐらいから結構人に会うようにすごい心がけて、いろんな、いっぱいあったけど、うん、うん、比率的には繊細な人の方が、まあ、日本やからってやとは思うけど、うん、多いなっていう、うん、で結構そのこことか、まあ地元が一緒で喋り方似てるから全部似てますねみたいな言われるけど、うん、あてかだって自分すごい図太くてっていうキャラやと思われてる、うん、そうなんか俺読者さんとか、まあうん、新しく会う人から、うん、奥村さんみたいに図太く生きれるようになりたいです僕も繊細なんでみたいないやうんもうみたいな、うん、なんか繊細勢からもバレてなかったりするんですけどそれぐらいにはなる繊細ちゃうやんそれ鈍感やんそれ見極められてないやん、うんそう、お前結局その別に繊細って表に出す必要ないなっていうの、うん、いちいちそのネガティブの、ね、そうだ その気張らずに外出たらなんか明るしてたらええやん、うん、明るできんかったら別に家 できんかったでいいしそう家で悩んでたらいいし、うんうん、そう、まあ、考えすぎずに、うん、繊細な人に向けてうまく俺なんていうかな伝えられへん上手にそれは俺も鈍感な人に向けて何も言われへんもうなんかええな、うん、それでって感じやしもう、うん、こうやってこうじゃないですかって言ってああそうですねみたいなはいシンプルライフな、うん、シンプルライフ
趣向ライフ。うん。趣は手に入れたい。手に入れたい。手に入れたいとかあるんやないやろ。え？いやあるよ。あるんや。だってなんか映画を見て泣くとかさ。ああ。じゃあるよ。素敵やんな、うん、その行動、うん、で芸術。最近だってちょっと芸術駅伝見てちょっと昔死ぬほどどうでもいい話やんけど。ちっちゃい時とかさ、もっと若い時とかはさ、うん、親とか 毎年駅伝見て泣いてんねんけどさ、ああ笑っててん最初、ああ 泣いてるあれを見て、で別にこいつら走りたて走っててさであのバトン渡したて渡しててさ、ああであの力尽きたりとかしてさ、はいはいはい、で勝った負けたっていうのがあってさ、はいはい、やりたてやってんねんみたいな、うん、なんか頑張れ頑張れみたいな応援してて、うん、な何してんやろみたいな、うん、思ってて正直、うん、だけどなんか最近駅伝とか見てて、うん、なんか個人競技やったら俺別にあんま感動せへんねんけど、うん、なんかあるやん、ルールあんま分かれへんねんけど、ああどんだけ以内になんかこうバトンタスキ渡さへんかったらもうそこで終わっちゃうわけよ、ああそのああそリレーみたいなのが、ああ だからそれをためにって言ってむっちゃ自己犠牲じゃないけど、ああ頑張ってもうなんか足とかつってんねんけど、ああ頑張って走ってる姿とかすごい背景とか情報が乗っかってるわけやもんね、ストーリーが、うん、ストーリーが多分あるやん、ああそのゴールテープ切ってシャーみたいな感じでこう抱き合ったりしてる見てたらなんか普通にちょっとなんか泣きそうになってきてみたいなのは、うん、ああだからちょっと趣勢からのいい影響を受けてるやん人の心を、うん、で、うん、そんな風に駅伝楽しめたほうがええやん、うん、だからなんか結構ビジネスとかってさ、うん、情報の回答力みたいな話出てくるやん、うん、うん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 、まあ、例えばビジネスはメンタリティが大事ですって一言言われても、うん、それをどういう意味かって回答したら、うんうんうん、人によって込めてる情報量もちゃうし、うん、違うね、っていう意味ではその趣とかって情報の回答力、うん、例えば芸術とか、うんうんうん、絵を見てって、うん、その情報の回答力上げたらビジネスの方のとか、ね、実務の方の情報の回答力も上がって、うん、底上げやんみたいな、ね、上がるのかな、上がるよ絶対、それ回答できるようになったら他の回答力も絶対上がる、感受性やからな、感受性も情報の回答力、まあ、感受性豊かな方がそのなんかお客さんの思考回路とか悩みとか情報回答して上げやすいし、うん、分かるわけでね、うん、そう思うけど、うん、全部上がる、うん、俺はだからおすすめ、繊細さを手に入れたいって思ってるし、うんうんうん、でも結局それはなんでアウフヘイベンするっていうかさ、うん、対局のものを取り入れるっていう、そう、ね、俺もそんな感じことでもあるけど、で結構できてきてるし、うんうん、いい意味、割とほんで俺ズケズケ別になんかあんま気使って物言ったりせえへんから、うん、まあごめん音声撮ってる時とかはさ、うん、あれやけど普通にみんなと喋ってる時とかは、うん、だけどそう何をと思ったか忘れた、うん、まあ、変ちゃう、うん、っていうまあ鈍感さね、うん、雑さね、うんうん、それも鈍感よね、うん、そんな感じです、うん、だからまあ繊細な人は鈍感さを、うん、鈍感な人は繊細さをで、統合したら、そんなんいちいち繊細か鈍感かとかいうパラダイムで、もともとないから別に。生きんでいい世界があって、うんうん、そっちにみんなで行きたいよね。そう、うん、それで、あ、一個思うのが、あれ、なんか、繊細な人というか、人生に真面目な人に対して思うのが、うん、なんか、こうなりたい、うん。こういう力を身につけたいみたいな。うん、自分にはこれが足りないから、ね、うん。っていう視点で何か勉強したりとか、はいはい、特訓したり、うん、経験積んだりしてるやん、うん、真逆で俺もともとあったものを引き出したいよね、もともと全部持ってんねんけどそれが今引き出されてないから、はいはい、なんとかしてそれを引き出したいなやって、うん、外にあるものを手に入れて、うん、それを自分のなんか武器装飾品みたいな感じでこう、うん、くっつけて、うん、自分レベルアップしたいじゃなくて、うん、はいはい、なんか逆やん、はいはい、意味わかるやん、うんうん、引き出したいよね、中に全部あんねん、うんうん、っていうなんかそこが真逆やなみたいな、はいはいはい、それこそ別に神はどこにいるのかってなった時に自分の外にいます、うん、まあ、じゃあ天かあのテント様がみたいな、うん、さ神は外側にいますみたいな考え方じゃなくて、うん、いや内側におってみたいな、うん、それをなんとかなんか引き出したいな、ちゃんと発揮したいとか引き出したい、そう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 、そう考えてる方が多分ポジティブというか多分楽しいよね、うん、うん、あと全部にも前提が違うから、前提っていう初期設定の方が、そうそうそう、多分プロセスも楽しめる。だって前提が0点から始まってるか、うん、100点から始まってるかの違い、うん、そうやね、今俺らどっちも60点よな、でも、うん、結局前提が全然違くて、うん、そう、もう100点から始めている方が、そう、もともと100点なんやけど今60点です、うん、みたいな、それを何とかして引き出すってな、うん、なんそう、手に入れるってな時にあとは引き出すだけみたいな、はいはい、そうした方が多分健全な捉え方よね、うん、
うん、その0点から引き出したいなみたいな、外にあれを求めて身につけていって、うん、じゃあなんか初めから最強に生まれてたらそうそうそういうことになってくるから、うん、なんか上を感じる、ハングリー精神とかってのもそういうのや、うん、そうハングリー精神はない、いい面もあるか知らんけど、うん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 、それで死んでしまうんやったらね、もともと君できるんやでって、うん、だからそれはビジネス始める時も、いや僕ビジネスやったことないから、ビジネス例えば他のフィールドでなんかいろいろ頑張ったり活躍したり結果残したりしてましたと、まあなんかみんなやってるやんか、でじゃあ新しくビジネスやりますって、あビジネスっていうフィールドには初めて来たので、僕はビジネスレベル1から始まります、0点から始まります、あじゃなくてもともと別のフィールドでなんかやって、なんかなんか何かしらの成果なりさを得たわけで、得たことあるわけやん、別にそれは大したことじゃなかったとしても、えそれを下ろしなよみたいな、はいはい、ビジネスに下ろした瞬間にできるようになるから、うん、だから別に自分でできるでみたいな、うんうん、わざなんか誰かからそのそれも肩を守らなきゃいけないとかもそうやけど、うん、その辺もね、そうやね、うん、それはいい話やね、うん、その辺の考え方が逆っていうか、うんうん、引き出しましょうっていうのは言いたいだから、そんなパラダイムだから、そう繊細な人に言いたいのはそこやね、もともと多分君全部できるし、うん、何でもできるし、うん、うん、別にアメリカの大統領になろうと思ったらなれるでみたいな、うん、日本国籍で日本人かもしれんけど、うん、きついのぐらいの勢いで、はいはい、引き出しさえすれば、はいはい、勇気づけたね、うん、っていうのは言いたいですね、うんうん、いいんじゃないですか、で僕も引き出し、その引き出す力というかを高めようかなみたいな、うんうん、どんどん引き出していきたいなみたいな、趣はもう君あるんやで、もう感受性あるんやで本番あるんかな、あるんですか、 あるね、へえ、あと引き出すだけやね、下ろしたらいいね。そ引き出す力っていうのはどこで学べるんですか。引き出す力はどこ、うん、それはもう同じ引き出そうとしてる。いや僕のコミュニティに入ってくれたら学びますよみたいなっていうくだりやろうかな。そういう温泉おいくらですかみたいな。そう取ろう思ってたよ。それをやろうかな思ったけど。忘れてたわ完全に。うん。って思ったんですけどね。うん。うん、失敗しましたね。失敗しました。うん、失敗したけど僕のコミュニティに入ってくださいね。失敗したけど鈍感なんで食らいません。っていう、俺失敗したけど繊細やけど食らいません、うん、おお、うん、今バーってセルスパーリングトークスパーリングやったわけで、軽くさばいたから、あバーやったんや、8ラリーほどで、おお、うん、なるほどね、うん、っていうような感じで生きてます、うん、なんかそんな雰囲気感じ取って雑雰囲気感じてね、うんうん、伝われ結構伝わったね、はい、いいんじゃないですか、うん、はい、うん、ありがとうございましたね、ありがとうございましたね、はい。